はい、皆さんこんにちは。大量の100円玉を用意しております。秋田県って外にババヘラアイスいるんですよ。もしも道端で大食い女がアイスをおかわりしまくったらどうなる？行ってしまわれる。聞いてみようかな。もう終わりですか？もう終わりですか？もう終わりです。あ、終わり。あっちはやってる。あ、ありがとうございます。これも脳でいいやだ。あ、わかった。とりあえず2個注文しました。はい、ありがとうございます。食べるっていうの？うん、近くに、うん、あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうもね。はい、ありがとうございます。いただきます。めっちゃ汗かいた。あ、調子2個。あと2個ください。はい、いいよ。もう2個は食べる。食べちゃった。かわいい。1つでいいんだから。あ、もう1個。はい、また黄色な、あの外。あ、もう何でも。もうこういう感じ。食べちゃ食べるよ。うん。モテるんだよ、今日。情報さんだから。ありがとうございます。はい、ありがとう。いただきます。なんかさ、いちご味、バナナ味って言われてるんですけど、チリンチリンアイスなんてするからさ、そんないちごとかバナナって感じしないんだよね、これ。失敗した。子供の頃、舌でアイスを押し込めてさ、底の方まで入ってるようにして食べてたんだけど、動画撮ってるからね、今日はやんないんですけど。作るの結構早くて2分ぐらいあれば作ってしまえるんですけど、その間に1個さ溶けてしまうので、次からは1個ずつ買いたいと思います。すいません、食べ終わってからでいいんで、もう1個もらっていいですか？大丈夫か？はい、美味しい。何個食べたの全部で？次で5個。自分で一人で食べたんだね。一人で食べた。あ、YouTube？ それで何個もやってるの？はい。誰か相手いたんだと思ったよ。あ、一人です。あ、ありがとうございます。何年ぐらいやってるんですか？十何年ぐらい。ベテラン。ありがとうございます。いただきます。なんかあっちに一人増えた。増えました。ラスト。うわ、え、もう一回食べたい。そう、ピンクだけ、黄色だけってできます？できるよ。あ、ありがとうございます。あ、あー、そうで YouTube まではいかないけども、うんうん、へー。
すっごい綺麗。後で検索したら記事見つけた。あぐだけでも綺麗でしょ。うん。何個も買ってくれた。ありがとうございます。いただきます。はい、しぼんだ。はい、また来ます。はい、美味しかったです。どうもね。1個ください。持ってくれる方によって形が全然違うところもババヘラアイスの楽しみの一つですね。口の中が甘くなったので近くのラーメン屋さんに入りました。もう一本飲んで帰っても大丈夫です。あ、はい。
しようと思いました。レッツゴー。Thank you.
どうぞどうぞ、半額、半額、あ、半額、半額、これあのもう何も残ってます、もう1000円出してくれば、うん、全部いい、1000円でいい。さすがに全部はあれなんで、1000円でこんなにおまけしてもらってお持ち帰りしましたとさ。閉店間際、万歳。うん、あ、めっちゃビールこれ。秋田編まだまだ続きます。ということで次回は歴史あるデカ盛りもしくはこのハードなチャレンジメニューのどちらかです。まだ編集してません、気分次第。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。最近初めて動画を見てくれる方も増えて嬉しい限りでございます。大食いをメインにいろんな感じの動画を撮ってるので、よろしければチャンネル登録ポチッとして他の動画を見てみてください。またね。